皆さんこんこにちは今回のですね音声ブログのテーマは礼金ですで。お客様にですね礼金って何ですかと聞かれると素朴にうまく答えられないんですよね。で単純にお金を大家さんに払うこのお部屋を借りるのに礼金というお金を払わないと借りられないよっていうことなんです。でそもそもですね礼金は住宅の供給が少なかった頃いつの時代だよって話ですけれども部屋を優先的に貸してもらえるように お米であったり野菜をお渡しして住まわせてもらうこれが礼金ができた理由という一説があります、まあ、ある意味賢いですよねただ令和の時代にもこの慣習があるというのは私には信じられなくていまだにポータルサイトに礼金という項目があることにも不動産業界の古い慣習が残ってるんだなっていうのを強く感じるんですねで礼金を払って借りるもう一体いつまでこの礼金の慣習が続くのか ある意味、いつまで続くのか見ものですね、まあ、一不動産業者として行く末を見届けたいと思います。ごご視聴ありがとうございました